皆さんおはようございます。2020年、2月の18日、朝ですね。おはようございます。ご覧になりますか？これ、月が出てます。この、照明、中の照明があって、円盤みたいなの、これ中の照明。この上がですね、月ですね。ちょっとよっと。こういう月ですね。三日月の逆、なんていう月の名前、昔全部覚えてたんですけど、もう全部忘れましたね。下弦の月とか上弦の月とか、いろんな月がありますね。すいませんが、今日ももう朝8時台から7時台から複数のあれがあってですね、1日1万歩1キロと。でもう泳ぐのは無理です。もう泳ぐ時間がない。だからしかしあれですね、一生懸命トレーニングしてると、少しは痩せてきた感じがします。昨日からですね、皆さんから夜も朗読してくれと、平和一を50回にわたってですね、あれ実際の本でいうと600ページぐらいあるんですけども、朗読を終わって昨日から、平和2を朗読をしています。実は平和2はですね、完成してないんですよ。というのは、私の事情もですけども、ちょっと出版の関係もあってですね、完成しなかったです。で、平和にのは3部構成にしようと思っていたんですが、上だけで終わってるんですね。でも上を書いててよかったとつくづく思います。っていうのは、平和1、平和最初のですね、核開発の時代に問うというのはですね、これは北朝鮮の核実験を受けて書いた2006年の秋に書いたものなんですね。で、平和には、2011年の3月11日、東京電力福島第一原発事故を受けて、書いたものです。で、私の当時の後援会長さんは佐賀大学の学長で、上原先生、でした。27歳の時からすごく可愛がっていただいて、ハイテク研究会、昨年亡くなるんですけども、東京電力福島第一原発の、3号機、これの冷却系に携わった、皆さんもご存知でしょうか、海洋温度差発電でもですね、すごく有名な方、エネルギー学者ですね。で、上原先生はそういうエネルギーの専門家でいらっしゃいましたから、第一原発のメルトダウンをいち早く、警告をされて、当時菅内閣ですけども、私と大串さん、それから参議院の川崎さん、この3人を通してですね、冷却を一刻も早く再開するように、複数機をつなげるようにということで、東京電力にも直接乗り込んで、お話をしました。まあ、当時のことをまだつまびらかにすることは全てできないんですけども、やっぱり原発は厳しいってその時思ったのは、幾重にもシールドがあってですね、本来あるべきものが外されていたり、本来つながるものがですね、あまりの放射能で、つなげることができなかったり、本来は、全電源喪失しても、蒸気が出てますから、その蒸気を循環させてですね、冷却する装置、これその何年か前にですね、あるところで事故が起きて、それで今でもよくわかんないんですけども、
先生によると、どういうわけかそれを取っちゃってると、それを取ってなければこんなことは起きてないと先生はおっしゃっていました。まあ今日はあの福島第一原発のですね事故の話をしている時間はありませんからこの辺でやめますが、平和にはですね、佐藤勝さん一でもあのお世話になりました。それから高橋弘子さん、広島の平和研究所のですね今、別の大学で働いておられますけども、高橋弘子さん、そして上原春夫先生と、この3人の方との対談なんですね。昨日は初めにというかイントロダクションの部分を読ませていただきました。さてこの新型コロナウイルス、1月に私たちが懸念をしていた、まあ、最悪のコースを通っています。もうここまでそのサーベランスをですね鼻から諦めて、そしてもうあえて言いますね、これ広告代理店政治ですよ。皆さんに見せ方、小さく見せて自分たちがやってるように見れればそれでいいというような、まさに危機管理そのものを誰がやってるんですかね。本当に中途半端。昨日記者会見でも言いましたけども、感染がですねこれが早期の段階だっていう認識はそれ間違ってるでしょ。私昨日ツイッターにですね新インフルエンザ等特措法に基づくですね政府の行動計画を挙げています。ぜひご覧ください。その行動計画にもはっきり書いてあるわけですね。新しい菌がですね、都道府県でそれをもう疫学的に追うことができなくなった段階でも、それは早期の段階ではなくて感染拡大の段階だと。でこの感染拡大の段階は感染の拡大を、もうほとんど食い止めるということはできないから、それをいかに遅くするか、そして、重篤化社会の影響をですね、命のをどうやって守るかという段階なんですね。でその段階でやるべきことっていうのはもうはっきり書いてあるわけです。で私どんなにやっても拉致が開かないんで、アメリカとそれから日本政府の中枢、ここにですねもうはっきり言って、日本の中は今まで同じ総務大臣としてですね、お話をしてきた菅官房長官に直接メールをしました。このウイルスが、COVID-19 がですね今までのウイルスというふうに思っていたらそれは大きな間違いであると。でやはり人工的に作られたと言ったことも、このもう本当にそのサイレントな感染をが疑われる、あるいはその特異なタンパク質、なんでインド工科大学のチームが取り下げたのか、早く出してほしいと。私もインド工科大学のハイデラバード校、インド工科大学って世界の中でも本当に一二を争う MIT やですねそういったものにも匹敵するような工科大学なんですね。で論文の再発表を待ってるんですけども、アメリカにもですね直接、話をして、昨日は昼過ぎから、ずっと予算委員会やってたわけですけども、永田町も新刊をしました。というのは、共同通信の番記者と言われている官邸版ですね。で官邸版というのはずっと総理にくっついて、取材をする人ですね。で官邸のその
記者だまりというかものすごい狭い中で占めている。あの国会の中もそうですね。気の毒なことにすごい換気の悪いところにですね、たくさんの人たちが入っておられるわけで、あのぜひ自民党さんお願いして、あるいは上の部屋をですね少し、まあ、上は嫌がるんですよね。その、本会議場が2階のもんですから、3階とかだと機動性が、あのって言って、でも、もうそんなこと言ってられないからですね、少しやっぱり環境も変えなきゃいけない。でもしその記者さんに感染、あのドライバーのハイヤーのドライバーの方の感染をその共同通信が出してですね、記者さんがどうのこうのっていうのは、今10人が自宅待機だって書いてありましたけども、総理に移ってるということであればですね、あの閣僚にも、それからもう目の前で昨日なんか山井君と唾飛ばし合ってましたから、飛沫感染、あのもろに予算委員会の席もうやってるんじゃないかということでですね、あのみんなも自分のこととしてですね、だから一言でやってるからこういうあのことになるわけで、昨日私あの久留米のなんか匿名っていうのかな、ツイッターで批判するのは簡単だよっていう、まあもう本当そういう無責任な人が、新しい病気なんだから仕方ないだろうってかかった人に言ってみろって言いたいですね。今武漢の状況、藤原先生のツイッターで見ると、もうちょっとしばらくですね、あのもう見るのも嫌だと、みんなにもこれ見ろと言ってるとですね、やっぱりその人間って見たくないものは 見ないようにするんですよね。でもそういうわけいかないでしょ。私たちはあの政治の舵取りをやってるわけで、でも完璧にこの初動に失敗し、そして初期に失敗し、今世界の中でですね、あの最も感染が拡大している地域に日本がなったと言われています。でこれをここからやらなきゃいけないこと、危機管理の専門家もいくらもおられるわけです。だからぜひ政府の皆さん、これをご覧いただいている方々にもですね、協力しますから、あの防衛省、危機管理の専門家、生物兵器の専門家、そういった人も入れて、今日もですね、昨日あの防衛省の方に、専門家に会いたいということでお話をしましたし、今日は、国対ではなくてですね、対策本部、共同会派の新型ウイルス対策本部でですね、5時から、上正弘先生、東大にですね、来ていただいて、この危機をどう乗り越えるかというお話をいたします。お聞きします。で、これ今2月のもう中旬を過ぎましたけども、どうもその南の方の感染の仕方を見ていても、普通このウイルスっていうのは熱に弱かったり、いろんなものにその脆弱性があったりするんでしょうけど、まだそれがよくわからないんですね。で僕あれほど防衛省に言ったのに、ダイヤモンドプリンセスのですね、あの支援にあたる自衛官にも軽装備で当たらせてましたね。もう本当にね、心底から怒りますよ。もう怒ってます。あの人間の命を何だと思ってるんですか。あのロボットじゃないんですから。本当にね、厚生労働省の方にも、それからもう早く下ろして、そして突貫工事でもうオリンピック延期、選手村でもみんなを収容できるところをしっかりと確保して、今から下ろしてあれしないと、完璧に昨日だけで99人新たに見つかってるわけでしょ。つまり感染するのをあの待たしてるというような状況じゃないですか。もう本当にね、あの全く間違ってる、
間違った教科書だって絶対載りますよ。で、その後でどうのこうのっていうよりか、今そこにいらっしゃる方々は地獄でしょ。あれ、安倍智子さんに言ってもらいましたよね、医師の。昨日は岡本さんがですね、もう限られた時間しか、なんで桜ばっかりやってんだっていう、もうバカなこと言わんでくださいね。そういう人がいたら、厚労大臣をできるだけ外してるんですよ。そして総理がもうむちゃくちゃやってる法律ももう無視。昨日もですね、アナインターコンチネンタルホテルですね、そこから出てきた回答、自分たちは明細書を渡さないなんてありえない。これですね、アナインターコンチネンタル、このホテルですよね。あそこにプールがあるから間違いないと思います。夏、子供たちが小さい頃よくお世話になってました。高いんでそんな何回も行けはしませんけども、近いということでですね、3回ぐらい行かせてもらいましたけども、インターコンチネンタル、政治家を特別扱いすることはないと、一人一人領収書を渡すということはないと、主催者に一括払ってもらうと。それは当たり前なんですよ。皆さん、上様とか宛名なしの領収書で税務ができると思いますか？できないでしょ。そんなことやったら一発でですね、一流ホテルの名前が怪我されますよ。いや、税務署入りますよ。そんなね、当たり前のことを昨日安倍氏、私本当にね、ああもうなんてこと言うのかな、つんのかなって思いましたね。事務所本当に腐ってるんじゃないかって、申し訳ないけどね、人の事務所に。で、結局総理が伝聞の伝聞を言って、自分の事務所が言ってる、おそらくまあ顧問弁護士かなんかがおられるんでしょうね。で、その教鞭を伝えなきゃいけないって、これ正直言って事務所のミスですよね。秘書がちゃんとしてればですね、あるいはその本人がちゃんとその教育をしてれば、こんなこと起きないんですよ。いろはのいいですから、政治資金規正法ので。それを権力で塗りつぶそうとする、挙句の果てには検事総長まで、昨日も奥野さんが明らかにしましたね、直前になって法律の解釈を変えてるわけですよ。法律の解釈を勝手に変えることなんかできやしない。昨日内閣法制局長官が出てきましたね。私お顔を見て、内閣法制局法の番人ってここまで落ちたんだって、暗淡たる気持ちになりました。昨日安住君とですね、最初からどういうやり方をするかっていうのを綿密にみんなと話し合って、辻元さん、本当に立派な姿勢だったと思いますね。で、彼女も随分ともう筆舌に尽くしがたい苦しみを味わってきましたね。彼女も政治資金のミスで収監されるということまでやったわけですね。で、そこから立ち直ってここまで来てるわけだから、それもなんとか議員辞職した後にやられたって言っていましたね。で、多くのことを語りませんけども、やっぱり民主主義を守りたいっていうその強い思いがよく出てたと思います。その後の岡本さんはですね、愛知出身の代議士で、ちょっといくつか質問の仕方をですね、私たち岡本さんと話し合って、ラインを決めさせてもらいました。ファクトに基づく医師らしいですね、いい質問だったと思います。昨日泉政調会長とも話をしましたけども、やっぱり泉さんが彼らに言ったときに、武漢
ポークショー縛り、小さく小さく遅く遅く、後手に後手にと、危機の動程を間違ってるということをですね、もう散々言ってきたわけで、これで本気のですね、1700床じゃ足りませんから、というのはそこにも現に患者さんがおられるわけで、で、一気にですね、施設を作り、そして、時を味方につけて、今はもう時を浪費してるだけで、これではですね、日本本当に潰れてしまいます。で、もうやれることは全部やります。昨日も自民党の心ある友人たちには話をしました。で、っていう顔をする人も少なくありませんでした。やっぱりそれぐらいね、人任せにしちゃいかんというふうに思います。さて、今日はですね、さらに予算委員会、今日8時からまた打ち合わせ、それから執行役員会で、国民民主党の党大会も一緒、もうこの週末ですけども、私は今日の執行役員会で、中止もしくはもう議員だけ、一部の人間だけに、間違っても地方から来てもらうようなことはしない、テレワークっていうか、テレビ会議システムでできますからね、移動をさせないということが大事だと思っています。さて、もう時間が尽きてきました。こういう時はですね、お腹に力を入れて、そして周りで怖がっておられる方がおられると思います。昨日受診の基準とかいうのを出しましたね。そういうのもツイッターに載せています。で、この必ず抜けることができます。必ず私たちはウイルスに全部完全征服ということはできないにしろ、それをですね、最小限に食いとどめることができます。そして今企業活動も、昨日馬淵さんがいい質問してましたけど、前原さんとですね、前原さん郵政についてお話をしました。私は政権時代、必ずしも私の郵政への思いと前原さんのあれは違っていたと思いますけども、だいぶ郵政の本質をですね、昨日ついた松田社長が来られていましたけども、質問だったと思います。もう国境を越えてですね、もうヘイトだなんだってやってたら、こういう思いをするんだということを昨日ある右派の人が言ってきました。もう二度とこういうことはしないと、中国を足ざまに言ったりですね、韓国を嫌韓とか言って、自分らのアイデンティティを、弱いアイデンティティを踏みしめるためにですね、そういうことをやるっていうのは本当に愚かなことだったという話をされました。みんながこういう危機に対して気づき合い、そして支え合って、そして新たな社会をですね、作っていく、これ富士山ですね。今日はこの富士山で、お別れをしたいと思います。本当胆力なんです。それから受験ね、ぜひこれを聞いておられる大学の学長さん、何十億ってその私立大学にとっちゃ入る、そういう機会かも分かりませんけども、二次試験もうたくさんの人を集めるっていうのをやめてください。お願いいたします。それじゃあ皆さん、今日もたくさんの祝福がありますように。失礼します。